東京ボーダレス TV をご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。はい、アイドルとアイドルのミリーと申します。女装男の子モデルパフォーマーの南です。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで本日2012年12月1日インド映画のボスこの男シバージの、公開初日イベントに来ています。はい、こちらの作品ですね、主演ラジニカーンと監督シャンカール、音楽 AR ラクマン、ロボットのドリームチームが作り上げたインド映画史に残る大ヒットアクションということでね、これぞエンターテインドメントと言われているほどの期待作なんです。はい、今回はですね、はい、あのマサラシステムという特別な貴重な上映会となっておりまして、うん、あの歌ってよし、踊ってよし、シャメも撮っていいよ、騒いでいいよっていう何でもありな上映会となっていますね。劇中にダンスがあるんですけど、今日はそのダンサーさんとかが来て、あの振り付けを教えてくれるよっていう、ね、あのイベントもあるらしいんですよ。一緒に踊れるんですか？はい、楽しみです。ライブみたいにこう、はい、騒いで見れるよっていう感じですね。今までのなんか座って見るだけのタイプとまた違う、斬新ですよね。はい、楽しみです。はい、じゃあこれから早速行ってみましょう。行ってみましょう。行ってきます。最後は写真撮影をやるので、これ
今の買ったわけなんですけど、30メートルしか売られるラジオの看板なんです。牛乳をかけてるんです。これ守護神を礼拝するようにする儀式なんですけど、確かに神そのものだということでこんなことをされているんです。これは行列です。さあ夜どうなんですか。通常日本の映画館では大声を出すなど迷惑行為が禁止されています。ボス、その男シマアジは違います。マサラ体験を。はい、ということで皆さん予習はもう大体完璧ですかね。はい、素晴らしい。でこのままですね、まあ、本編を始めるわけですが、今日は自由に見ましょうということなので、写真撮影もあの全部撮るのやめてるんです。それ違法なので、会場撮ったり自分撮ったりその気になったところを撮るぐらいは結構です。ツイッターなんかでも紹介していただいて構いませんので、自由に楽しんでみてください。じゃあ本編の方これから始めます。これラジじゃない、これの会社の社長だそうなんですよ。AVM という、まあ、会社ですね。古いロゴなんですけど、インド映画は本当に非常に歴史があります。日本映画とほぼ同じくらい の歴史があって、今年100周年ということがThank you.
செயல் புயல் நாளடி